いきます。はいじゃあよろしくお願いしますえー、今回高校受験対策の図形シリーズ第32弾やっていきましょう照明が2問です2つありますぜひねペン,ペンじゃない動画を止めていただいて1回ねチャレンジしてみてくださいでやってもらった後にね特に2番は難しいです難易度が高めなのでまあ、不安なところがあれば今からもう一回いきます はいじゃあよろしくお願いしますえ今回高校受験対策の図形シリーズ第32弾やっていきましょうえ証明問題2問ですちょっとボリュームを感じるかもしれないんですがぜひ1回動画を止めていただいてチャレンジしてみてくださいでやってもらった後に特に2番は難易度がやや高めなのでえ自分がね2つも解いていきますのでぜひね解説の方を聞いてもらえたらと思いますいいかなでは早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いします ではでは画面下げますお待ちくださいよっあれスローペースほもうちょいやったないよしじゃあ参りましょうさあ,、まあ情報が若干ね多いですあのこれ一番用ねこっち2番用に使っていきます二、まあ、番ね上の方関係ないんでちょっと切っちゃってますけどでまず一番なんですがっていうか情報確認しますねえこっちを使っていきます、まあ、A がここにあると思ってください で、で三三角形 B は直角三角形形 ACB は直すここが直角になってます。で ABC 各 ABC ねの二等分線を引いております。ってことでこことここの角度が同じです二等分線引いてるからね。でその交点を D としましたと。で点 C から AB ここに対して垂線を引いてきてますだから垂直になってますここがね。で、次に、えー、と CE と 線分 C だからここと BD の交点を F にしましたで E から BC ここに垂線を下ろしたのが G ですここね垂直になってますでこいつとこいつの交点を H としましたとまあそういう書いてありますで1番が BEH です BEH あのちっちゃいなって思うかもしれないけど許してください2番がねボリューム満点なもんでここです こいつと BAD 青にしときましょうか外ですね外っていうかここですねこいつの、えー、掃除を証明したいとでこれはですね見た時にこれ難易度は低いです簡単ですで掃除条件はまずじゃ、えっと、今一応出してるかもポンって出したかもしれないですけどこれは覚えてくださいこれ絶対です 合同条件と相似条件を覚えることがまずこういう証明問題の参加の資格になるのでまずここは覚えます。で、えー、っと掃除の証明で圧倒的に使うのが2組の角です。辺の比を使うことってあまり見ない受験の問題でね。だから2つ,2つの2組のね角度を求めに行きたいんですけど何が簡単かってこの部分左下ね これは赤の三角形でも青の三角形でも両方使ってるから共通なんですよね。共通ってことはあともう一個でいいと。で角度がまあ上の三角度なのか下の角度なのかこれどっちでもいけます。どっちでもいける。なぜかっていうとまあここですポイントはこのここですねここと EH と AD これ平行ですよね二つ。ってことに気づければ勝ち。 なんで平行かってこここ度だから両方下がこう90度になってるので当然平行になると平行になるっていうことは同位,角とか同位角とか錯角が同じが使えるようになりますでまあどっちにしよっか右上でいっかここと、えー、右上のここねちょっとごめんなさいねここ出しますけどここが同位角になるのであとはそれを書いたら終わりっていう感じですじゃ以上書いていきましょう、えー、三角形 BEH でいつも今しつこく言いますけど証明問題の1行目絶対ここに合同マークとか掃除マーク書いちゃダメだよ。とから始めます書いた瞬間にバツくれるからねで細かい書き方はあの気にしないでくださいちょっと違うからダメとかわけがないからねまず宣言します BEH と BAD について私は証明していきますとでまずね同じ角度を使ってるから 同じ角度のことを共通なって言葉を使ってください。共通な角より角まず赤の方からいこうか。B、えっと奥さい。EBH か。角 EBH= イコール角 ABD だね。これは1番。左下ね。で次にえー、っと、まあ、ここは90度。これあれだね。 ここは9 0度の時に G と C 使いたかったな使うかでここでえー、っと書こことここは9 0度だから平行ってことが言いたいので各えー、っと BGE にするか BGE ここね BGE とここです BCA これが9 0度なので、まあ、9 0度より ここいつとこいつつとが平行ですよって EH 平行は斜め2本ね EH と ad が平行ですと平行と平行まあいいかなのででなので同位角よりまあ同位角が同じになるからね平行だったらここが bh e 角 B. E. H. イコール。右上が B. A. D. だね。角 B. A. D.、で、これが二番。これで一番と二番で、二組の角度が揃ったので。一番と二番。より、あとは相似条件を書いていきます。え、二組の。角がそれぞれ。等しい。 ので掃除条件を書いたことによって最後、えー、とこれが掃除でしたってことが言えるので最初に宣言した2つですね b でここで初めて掃除マークが使えます。掃除マーク、えー、角,、b、角じゃないや三角形 BAD これで終了となります。 ちょっと2番のことを考えてね結構端しょり気味で書いておりますが、まあ、これで書いても×食らうことはないと思いますので方針としては共通の角そしてここが平行だからここが同位角で一緒もしくはここもねここ同位角一緒なんでこっち書いても構わないですだから共通の角使いたくねえって方は同位角あーあと平行って書いた後にここも同位角だしここも同位角だから2組でももちろん OK でございますさあさですここです本番ですす本番ね でえっと、書き足します情報が更新されていて点 E から線分 HF ここね E から HF に垂直に引いていきます。てこれちょっと伸ばす必要があるので伸ばしますねここが垂直です今でここの交点が J としましょうとで、えっと、FJ 使うんでちょっと引きますね FJ こうなりますこの時に えっと、EH だからゴールとしてはここです。こことここことととが同じことを証明せよという問題でですねちょっと先にちょっとお伝えしておきたいというか皆さんにちょっと協力してほしいことがあってこの2番ですね模範解答と自分違いますアプローチが。 なののでもしかしかたら自分の答えに不備ががある可能性がある結構チェックはしたんですけどもし「その答えまずくね」っていうのがあったらあのコメント欄とかで教えてくださいあのまずかったら決して取り直ししますんででも自分はあの自分が解いた方針のが分かりやすかったのでちょっとこっちで説明しますでですね、まあ、ここのさ長さを同じことを言いたいって言った時にじゃあ何を使って同じって持っていこうかって長さが同じってやっぱ合同が使いやすいわけですよ合同ってぴったり重なるからさ で、この図見たときに。えー、っと、じゃ、あ二番だね。ちょっと作戦いきます。作戦っていうか、自分が考えたことね、やったときに。作戦。まず、ここが同じって言われたときに。ちょっと、この形がずれちゃったけど。 こうなってるから、あれこの二つのさ三角形の合同を示すならよくねって思った。ただここは思う方結構多いと思う。ここまでは。H で、えっ、ー、と E で、ここなんだったっけ？交点。待て待て待て。えっ、ー、と E 待て HF あ I だね。ここ I だった。ごめん。I だ。で J で F でしょ？あこの三角形の合同を示したいなと思ったわけです。 じゃあその合同を示すための材料を集めればいいさっき掃除条件だったけどねもう一回合同条件出しておきましょう合同条件もしつこいですけど絶対に覚える合同条件に関してはでなんでかっていうと証明問題って部分点もらえるから基本的にあまあ合同条件まで行くまでは部分点もらえないですけど最後だからさでもちょっとでも書こうってする意思がやっぱり必要なのね5点問題だったら1点2点重め取るだけでも順位はいっぱい上がるわけだし何人も抜けるからそれだけでね大事にしてください で戻るとじゃあここでまず分かってる情報何かって言った時にここ分かるよねこことここですちょっとちっちゃかったらごめん体調角です体調角はゲットしてるからじゃああと2つだよねどこ持ってくるかなって考えた時に角度か長さかって思ったんですけどまずあれっつってここいけんじゃんって思ったの EI イコール JI、ね e、かこれいけるじゃん でこのゲットの方法なんですけどやっぱりここね EI と JI なんでそれの長さが一緒だからそこも合同を使っていきたいのでどこ使うかっていうとここだよねここに I があってちょっと重なっちゃったけど E があって JEI と JI だからそこ三角形 BIE と BIJ 使ってったらいけんじゃねって思ったでこれいけるんだわ なんでいけるかっていうと、まず、ここ、共通だよね。共通。で、ここが、二等分線でやってくれてるから、角度同じって分かってる。で、しかも、i の部分って、垂線下ろしてきてるから、90度なるよね。当然、こっちも90度でしょ。一組の辺と、その両ターンの角も揃ってるから、3つアイテム。あ、いけんじゃんって。ってことで、e、EI と JI がゲットする方法も思いついた。思いつきました。 じゃあここ揃ったからあとはこの角度にして一組の辺と両端の角で攻めるかえっ、ー、とこっちですねここの長さで攻めて二組の辺とその間の角で攻めるかなって考えたの作戦としてはで自分はこっちの、えー、と辺,辺でいきましただからえっ、ー、と h i f i をなんとかしてゲットしてなって考えたんです でここはどうしたかっていうと合同じゃなくて違う攻め方をしましたでなんでかっていうとここの部分でしょこのねちょっとちょちょちょっとデブすぎるそこはちょっと鈍角すぎたわえっ、ー、と状態としては H がここにあって E で F で垂線で I が下ろしてるこの三角形ですここ。 で、今自分が欲しいアイテムはここにあります。hi と fy ここをゲットしたいのね。で、どうするかっていうと、これ三角形さ、見た感じね。まあ、みんな手元に紙ないからさ、ちょっとわかりにくいかもしんないけど、見た感じ、これ直角、そうそう、二等辺三角形っぽくねって思った。で、水線下ろしてきて、これがもし二等辺三角形ってわかれば、水線下ろしてくれば絶対ここ長さ一緒なの。これ二等辺三角形の性質でね。 二等辺三角形って屋根の長さ一緒でしょその上から水線下ろしてきたら絶対ここ半分に切れるから。っていう特徴があるので、あ、こいつが二等辺三角形って分かれば水線下ろしてくれてるからここ半分に切れんじゃんって思った。でもここの長さが同じってちょっと厳しいかなと思ったんで、じゃあどうせ見るかっていうと、ここの 角度が同じって言えればもうこれ二等辺三角形決定じゃんか。じゃあそれで攻めようと思った。いいで、じゃあどうするかって言った時に一発で攻められない。で、こっちこっちに図形戻します。ここで思ったのが、まずこいつをうまく使うの。ここの角度。BHG です。こいつとこいつって対頂角で同じでしょ同じ。で、 こいつとちょっと角度0って同じねバツこいつとこいつって角度同じなんですこれ簡単に掃除の証明で持ってけるのだからこいつが間,間に入ってくれることによって体調角で一緒掃除で一緒って持ってって丸とバツ同じって持ってけるじゃんかじゃあそこで同じになるからこいつもゲットできるじゃんじゃあ,あ声があとはそれを書いていけばいいっていうふうに思って やっていきます <laughs>。長げぞ。知ってるけど、長げぞこれは。じゃあ行きましょう。ちょ二番ここに書いちゃったんですけど、照明こっち行きますね。二番え照明。まあこの辺からは書くとか多いので、あの一点二五とか一点五倍速で見てください。あの長くなるからね。じゃあまずどこから行きましょうか。えっとー最後に三角形の情報を持っていきたいので <laughs>。 アイテムを揃えななきゃいけないけんだよねだ体調角は分かってていいからこいつからいこうか三角形えーっと BIEBIE とねここもね三角形 BIE と BIJ に置いてでここがまずえーっと辺からいこうか共通な辺ね同じのを使ってる時はしつこいけど共通なを使います さっっきは角だったけど今回辺ね共通な辺より BI=BI、えー、イコール、BI、ですね BI=BI イコール BI とこれがまず1番どこまで入るまだいけるちょっとちっちゃい文字だけ許してねで、えー、とここは角度2等えっ、ー、とまあ縦よりでもいいけどね、まあ、と角の2等分線よりにしようか角も、えー、ともとがえっと EBC か角まあ ABC か角 ABC の2等分線より まあこれは縦よりでもいい縦に書いてくれてるから二等分線よりここが一緒ですバツね EBI×EBI=×、e、イコール各えーっとどこ ?JBI か JBI これが二番で最後これはえっと垂線下ろしてきてるので EJ が垂線ようにしようか EJ まあ垂線でりいいかと垂直マーク使って EJ 垂直 BD にしよう EJ 垂直マークってこれね BD より、えー、角ここね BIEBIE イコール角、えー、BIJ まあ9 0度は角は変わらないいいですね別にね これで今三つです。共通な辺がここ二等分線がここ垂線を下ろしてきたでしょうが、ここですね。で三つアイテム揃いました。はい。いくよ。で一二三。より、えー、っと。間違えらんで、一組の辺とか。一組の、やってね。一組の。辺と、その。 両端の下はちょっと厳しいねその両端の角ごめんね切れちゃうけどがそれぞれ等しいので最初に宣言した2つ BIE と今度合同ね今ね合同マーク3本使って三角形 BIJ。 合同でしたとでも今使いたかったのは合同でしたねが言いたかったんじゃなくてこのアイテムが欲しかったのねでこれは合同でしたって言った後にここじゃあ同じですよねっていうのは対応するって言葉を使います対応する辺そこ重なるから一緒っしょって一緒っしょ一緒でしょって言いたいだからえっ、ー、と EI=JI あ二2番じゃねえや。 でこれちょっとあいいやえっ、ー、と4番って書いておいてわかんなくなるからちょっと赤で引いておきますねここあの答えの時は引かなくていいからねこれでまずアイテムこれねこれをゲットしましたじゃ次っすこれいきましょうでこれはえっ、ー、とまあ三角形の証明とかではないので普通に書き始めます次にまずえっ、ー、とここから体調角で丸が一緒いきましょう 次に体調角より角 BHG= イここね BHG=EHF イコールにしようか EHFF F これ丸ね丸が一緒だったってことまあ一応5番番号つけてみましょう5番です これ多分回答あれだな。書いた後にこれ消すことになるかもしんない。ごめん。ちょっとぐちゃぐちゃするよ。許してはい、こっち行きます。で、次がですね、×いきます。で、ここか、そうか。そうそうそう。ここで証明し要だったんだね。掃除ね。えー、っと、書いて、ここで <laughs>、この回答やべえな。さっき言ったように、三角形、えー、っと、ここと、ここ。 これの掃除でいきます。勝負としては。で、えっと、あとは説明するね。各、えーあ、三角形 BGH、ここの下からいきます。BGH と BGH だから BEF か。BEF に置いて、まず、ここは同じです。ね、書くのに、えっ、ー、と、置いて、あ、いいか、こっちに書いてあるから番号使っちゃおう。ここの、 二等分線でゲットできる角度と両方垂線下ろしてきてるって言ってるからこれ90度じゃんか角度同じなんだよね垂線下ろしてるからだから二組の角がすぐ同じから使えますよっていうことなのでとあとがえっと垂線は手に書いてあるからこれちょっとサボりましょう縦よりここ角インクがやっぱいいね BGH イコールここね BGH イコール BF 角 BF 一応90度書いておこうか。90度。で、これが、えー、6番。6番ね。で、こいつと、あと体中角どこだっけあ、二等分線だ。こうだ。二等分線。これが使えるので、えー、っと、まあでも一応書いた方がいいかな。ちょっとずれるもんね。あんまりこれ、ずるしない方がいいか。書きましょう。あ、もう一回。えー、っと、縦よりで、で、えー、二等分線より。 多分番号さっきの使っちゃって大丈夫だと思うんだけどね。そんで減点されても怖いから。えっ、ー、と、HBG、各、<laughs> HBG と、HBG と、えっ、ー、と、FBE か。7番。で、ここで、6、7より、またね、2組の、 角がそれぞれ等しいので笑ってきちゃったこれかめっちゃ書いてんな等しいのでえこいつらが相似でしたと三角形 BGH 相似三角形 BF とこうねもう一度いけるかよってまあここも対応だとつかなくていいねよってえっと バが同じだ各えー、っと BH だったっけ BH じゃない BHG イコールツね BHG イコール BFE× 今×バが同じが言えましたこれが丸が同じです丸が同じ×バが同じってなるのでこの2つ使って5 8 より、えー、BHG これ使わねえか EHF、えっと e、ここね EHF こっちとこっちが一緒でしたが痛いたいから書く EHF= イコール右側 EFH ちょっと入らない気がするそうだよねここが9番でこれも最後のアイテムで使いたいのでちょっと引いておきます はいといとうことで、えー、ここまででできたこと今分かったことっていうのはこのもともとの作戦の部分ちょっと消しますね作戦の部分においてよいしょよいしょ今えー、っと e ル j i、JI、なのでここの×の e i j をここでゲットしましたここねで今あっちで角の EHF 角 あーまだだごめん <laughs> あーもうちゃ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 う角が分かったからえ右、ー、より入るかここがね角度が同じってことが分かったので三角形、えー、EFH はえー、と二等辺三角形ちゃちょちゃあいいんだ二等辺三角形テンパってるよ 二等円三角形ってことが言えましたとそうですねこうなりましたでここ突っ切っていきましょう作戦申すもの消すしかないじゃん <laughs> で二等辺三角形ってことが言えたので寄って寄ってだね寄ってここ二等辺三角形を垂線で切ってるから なんてうか EI はえー、っとこの二等円三角形じゃあちょっと番号つけますね9番にして9番とえー、っと EI が垂線だからってこと書いておこうか垂線よりつまりさっき言った二等円三角形をで分かった上でまっすぐ垂線下ろしてるから半分になるよねってやつ。 推薦より HI イコール FY ここねここの半ここが分かりましたと10番 <laughs> 番号つけすぎやろこれが使いたいアイテムだったごめんでこれで今このここが分かりましたここも同じになりましただと体調学と一緒っても言えるのでで最後 <laughs> え三角形そのゴールですねここから、えー、EHI ehi とここねもうごちゃごちゃするよここです ehi と対応間違えてる。ehi だから jfi か三角形 jfi に置いてここね置いてまず体調角を書こうか体調角より eij 角 EIH j じゃねえあぶねえ e I H だったわここね EIH とえー、っと JIF これがまあ11番ですでさっき3つねアイテム揃えましたここです4番10番11番揃ったのでで4番10番11番よりえー、っと一組の辺とその両端だね合ってる 違うよバカあもう俺二組の辺とその間の角が危ねえよもう二組の辺とその間の角がそれぞれ等しいので。 えここは合同でしたと EHI 合同マークちょっと愛がねもうちょっとっ手がねちょっとしびれてきちゃった三角形 JFI これが合同が言えましたでもこれが結論じゃないんです最後は合同言えましたじゃあ対応してたこことここ言いたかったやつは同じですよねなんで最後に最後綺麗に書きたいでも手がしびれてる対応する より結論 EH=FJ か EH=FJ となってこれで終了でございます何分喋ってんだろうねもうねいや表重てーこの問題あの書いてる量えげつないんであれなんですけどちょっと復習だけさせてください2番にいかして方針はそんなに難しいこと言ってないんだ実は書く量が多いんだけど。 今回、えっと、まあ、言ったように、模範解答と違うので、若干ちょっと穴があるかもしれない。それはちょっとまた突っ込んでね。一応方針としては、ここを言いたかった。同じって言いたいからも、も見た感じ、そこのじゃあ合同。蝶々型って自分はよく言うんだけど、リボン型とか蝶々型とか。この形になってるから、あ、ここの三角形合同っていけんじゃねえのって思ったわけ、作戦としては。じゃあ、そのためにアイテムが欲しい。で、体調角は揃ってるから、じゃあ、あとの残りの二つのアイテムを揃いに行こうと。で、実はこれ、ここのね、 といいかここの三角形とこの三角形の合同を示すことによってこれいけるんだよ合同合同を示せるからここが 90° 度が決定するんでそうするとこことここがねあの最初と同じです平行になるから対長角使えるんだよねあこの角度とこの角度一緒だしこの角度とこの角度も一緒だしで角度3つ揃ってるからどっかの辺さっき今使いましたけど。 例えばソーの状態で辺1個だけアイテム揃えれば1組の辺とその両端の角でね倒すこともできるそれでも OK なんだけどまあ自分としてはアイテム揃えてじゃあそのアイテムを必要なためにやれることないかなって考えました。という感じです。復習したくねえなーっていう気持ちになるかもしれないですけどちょっと頑張ったんでチャレンジしたい方はね是非1回はきついと思うきついと思うので何度も何度もチェックして絶対自分で書けるようにチェックしてください。 そこまでやるの,が大事このぐらいのレベルになるとねはいという感じでございました本当に皆さんもお疲れ様でしたということで今回は高校受験対策の図形シリーズ第32弾やらせていただきました今回の動画はこれ今回の授業はこれで終わります以上ですありがとうございましたお疲れさでした